と百貨店、やっぱり今日見て思ったのは、本当に男性目線って足りないと思いません,い,んいや、行かないのは、多分 <laughs> 僕、行かないでしょ、いや、多分このおじさんたちをワクワクさせてないのは、結構、なんか、消去をしてるんじゃないかなと思うんですけどね。どうしたら行きますいや,どういやなんか 我々百貨店となんかアウェイ感ありません？<laughs> ありますよね。んなんか恥ずかちょっと恥ずかしさがあるっていうか、確実にぎょろっと見ますしね。最近預かってくれるらしいですからね、お父さんは。<笑><笑>預かってもらうかな、<laughs> 僕も。なるほどね。<笑><笑>ちょっともうちょっとね、中年男性向けのなんかキコーナーを作っていただいたらありがたいなと。でも行かないでしょ。でも行かないか。<laughs> 行かないか、確かにね。ねまあ、厳しいですよ。誰か使ってくれないとね。あ,あ,あれ。瓶に入ったコケシ。<laughs> 平本先生は。でっかくしたらいいんじゃないかって。<laughs> でっかくしたら売れるって。でっかく。<で>もう値段も、もう五万円ぐらいで。<laughs> あ。そうか。ああもう。飛び抜けて。飛び抜けて。 こう、もう確かに言われてみるとたまにこんなの欲しいの絶対欲しくないのがすごいなと思ってるじゃないですかやっぱあれはねこけしであれがやっぱ厳しかったですね私の中でははい。<laughs> ありがとうございましたあれ何体売れたか本当教えてほしいですねで買った人になぜ買ったか聞きたい本当 <laughs> <laughs> 聞きたい